まりました。石川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、私もう議員になる前から石川さんのことを私よく知ってまして、その時もね、私が個人的に開いた勉強会でも中東外交の専門家で一回講師も来ていただいたようなこともあって、まあ、その石川さんと外交安全保障の専門家と今日はお話しさせていただくということで、今日楽しみにしてまいりました。あの時も優秀なメンバーを集めての勉強会で大変緊張しましたけども、有意義な議論ができましたね。ねえ、非常にいい思い出ですけど、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですよね、その確かに今まで冷戦後ずっと積み上げてきたものはちょっとやっぱもう一から見直さなきゃいけないんじゃないかっていう雰囲気があるのは私間違いないというふうに思ってます。で、ただその中でもやっぱ日米同盟っていうのは基軸かなと思ってまして、小川先生、静岡県立大の小川先生が前おっしゃってたのは、この日米同盟、もし今やるような防衛力を日本一国でやろうとしたら20兆円かかるっておっしゃってて、で今日本って5兆円じゃないですか、防衛費。でそう考えると5兆円で日米同盟をしっかり基軸としてやってて、ここまで効率のいい、ある意味安全保障体制を組み上げてるっていうのは、まあ、これはやっぱ大事にしていかなきゃいけないんじゃないかなと私は思いますけどね。はい、おっしゃる通り、まあ、日本を取り巻く安全保障環境は北朝鮮の弾道ミサイル発射実験が継続していることや核実験を繰り返し行っていることなど、厳しくなっていることは間違いないというふうに思います。ただ我が国の平和と安全、これを守るやっぱり柱となるのは、まずは我が国の自衛隊を中心とする防衛力、そして日米同盟による抑止力、これをしっかりと機能させていくこと、これは極めて重要だというふうに思います。そういった中で私2014年から防衛大臣政務官を務めさせていただきましたけれども、あの時国論を二分する平和安全法制の制定に関わらせていただいて、あの平和安全法制でじゃあ日本は憲法9条の枠内で専守防衛の枠内でどこまで自衛隊は行動できるのか、それまで曖昧だったところを明確にしたというのが極めて意義があったというふうに思うんですね。具体的には日米安全保障条約に基づいてアメリカは日本を防衛するために行動するわけですけれども、その日本を防衛するために行動している米軍が攻撃を受けたときに、日本の自衛隊がその米軍を守るために行動することができるのか、でこれはやはり我が国防衛だと憲法9条で認められている必要最小限度の行動と、さまざまな当然新たな自衛権の3要件というものを設けましたけれども、この要件を満たす場合には我が国の存立に危機を及ぼすような時にはやはり自衛隊は行動を起こして日本の国民の生命財産を守るために全力を尽くすということを明確にさせていただくことができたんだと思いますね。あの時あれですよね、その石川さん公明党初の防衛大臣政務官、まさしく初めてだったじゃないですか。そうですね、まあ、防衛次官っていう時はまだ山口代表が防衛政務次官っていう政務次官、防衛庁の時代、ね、庁の時代ですよね。で防衛省になって大臣政務官、公明党としてなったのは初めてで、自公連立政権では初めてです ね。であの時はまさしくさっき言ったような平和安全法制っていう、もう一から根幹のもう一回考え直そうっていう時に、このうちの党としても一番外交安全保障の専門家を政府に送り込まなきゃいけないということになって、で石川さんがいいだろうっていうのであの時政務官として送り込まれて法案成立に一生懸命ご尽力されたと。で、まあ、今おっしゃったのはアメリカとの関係で日米同盟をどういうふうに機能させていくかという重要なテーマだったと思いますが、それと同時にやっぱり防衛省、我が国の自衛隊、自衛能力、抑止能力自体の強化もやっぱり私必要だと思ってて、そうですね、で目の前で多分もう自衛隊の頑張りも災害対応になったら命かけてね皆さん行かれてる、それを一番間近で見てらっしゃったと思いますが、そこどう思われます？やはり今装備品の性能が国際的にもゲームチェンジャーとなるような、装備品が開発されています。まあ、例えばですけど北朝鮮の弾道ミサイル発射実験についても繰り返すことによって、極超音速、ミサイルといったようなものが開発されている、あるいは弾道ミサイルっていうのは放物線上を描いて飛ぶだけですけれども、この軌道を変える、変則型のミサイルについても開発が進められている。軌道を変えるというのはどう変える？その普通弾道ミサイルというのは単に放物線上を描いて落下するので落下地点というのを予測しやすい、はいはいはい、あるいはその軌道というのを予測しやすいので、その迎撃をしやすいわけですけれども、途中でその行き先を変えることができる、精密誘導をすることができるということになると迎撃がしづらいということにもなってまいります。またさらには発射形態についてもロフテッド型軌道といって高く打ち上げて
その上から下に落ちてくるといったような場合にもなかなか迎撃が難しかったりとか、発射もこれまでは発射基地から立ち上がって水素燃料を詰めてということが宇宙から見えてましたけど、もともと場所が分かってればね、撃つ瞬間分かるかもしれないですよね。あの今はテルと言いまして、移動型でどこから撃つこともできますし、潜水艦から海中から撃つこともできるようになってきているということで、そのいついかなる時に発射が行われるかなかなか予測がつきにくいという状況もあります。さらには飽和攻撃といいまして、複数の弾道ミサイルを同時に発射する能力も高めているというふうに言われております。何十発あるいは何百発という弾道ミサイルが同時に飛んできたとき、果たしてそれらをすべて迎撃することができるのかというような課題も抱えている中で、我が国の装備品あるいはその弾道ミサイル防衛能力というものをどう展開していくのかということを考えていかなければいけないというふうに思います。そういう中で例えばさらにゲームチェンジャーとなっていくような、レールガン装備の開発なんかも進めていますし、また我が国においても相手の射程の外から迎撃ができるような長距離飛ばすことができるミサイルの開発なんかも進めていかないといけないというふうに思います。合わせてやはり隊員の活動が円滑に進んでいくように、今自衛隊においては女性隊員の活躍なんかも進めていますけれども、長期間にわたって任務に当たらなければいけない自衛隊員の場合には、子どもたちをどのようにサポートしていくのか、自衛隊の宿舎の中に保育園の整備なんかも進めていますけれども、こういったことをもっともっと進めていかないといけないということもあります。こういったことを具体的に積み上げていかないといけないと思いますね。これ確かに今GDP の今 1% ぐらいですよね、防衛費って。でそれを 2% にやるべきだっていう方々もいらっしゃるんですけど、でもこれって5兆円の防衛費を10兆円にしましょうって、どっから5兆円持ってくんねんっていう多分議論があって、なんか数字ありきでわーっとこうね、世界中が危機になると日本もいや、あれやれこれやれってなるような雰囲気すごいあると思いますけど、ここはさっき石川さん言ったように何が必要かと、こういう技術が今なってるからこういうものが必要なんだっていうものをちょっと精緻に丁寧に議論していかないといけないなというふうに思いますよね。やはり日本の平和と安全を守るために必要な防衛力の整備というのは必要だと思いますけれども、具体的にどういう装備品が必要なのか、あるいはどういうところに予算を振り向けなければいけないのか、そういったことを地に足をつけて議論をしなければいけないと思いますので、今おっしゃったような数字ありきで 2% 目標というのを掲げるというのはちょっと現実的ではないんではないかというふうに思いますね。我が国独自の抑止力をどうやって高めていくか、確かに必要なものを必要なように積み上げていかなきゃいけないというようになったんですけど、じゃあ例えば具体的に今話になっている反撃能力、要は相手の国にの国土に対してまで届くような反撃できる兵器武器っていうものをどう考えるか、この辺石川さんどう思います？はい、先ほど申し上げました通り、北朝鮮を例にとれば弾道ミサイル発射能力というのが、この数年間非常に、強化されているというふうに認識しております。発射方法についてもそうですし、それから複数弾道を同時に発射できるような能力、飽和攻撃と言われるようなもの、攻撃が行われたときに座して死を待つようなことは憲法9条が許容しているものではないというふうに思います。そういった中で日本として、日本の国のそして国民の生命財産を守るために憲法9条の範囲であるいは専守防衛という枠の中でどこまでできるのかということはしっかりと議論をしていく必要があるというふうに思います。また併せて、先ほど平和安全法制の話もしましたが、日米の信頼関係が飛躍的に向上したと同時に、これは日米関係だけではなくてオーストラリア、インド、先日もいわゆるクワッドというサミットが日本で開催をされて各国の首脳が来ましたけれども、こうした諸外国との連携を強めていくこと、昨年はイギリスのクイーンエリザベス号という空母が日本に初めて来航いたしましたけれども、こうした自由民主主義法の支配といった基本的な理念を共有する国々との連携を強めていくということ、こうした外交を強化をしていくということが日本の平和と安全を守るために極めて重要になってくると思います。そうですよね。だから外交と安全保障というのは絶対ついで両輪としてやっていかなきゃいけないというふうに思います。さっき石川さんが言った反撃能力もそうなんですけど、そのアメリカとかクアッドとの関係でちょっと私話を聞いたのは、その各国がじゃあ協力してこの地域の安定のために頑張りましょうって言った時に、
ちょっと心配されてるのは日本のあのサイバーの能力、あのサイバー攻撃に対してこれを防衛するサイバー防衛能力っていうのが日本が穴になったらそこから全部やられるじゃないかっていうような心配もあって、ここも含めてちょっと日本はやっぱ強化は考えていかなきゃいけないなと思うんですけどね。あのこれはあの私が防衛省政務官をさせていただいた時も問題意識を持っていて、あの今日本の防衛省自衛隊として新たな領域、サイバー宇宙そして電磁波、こうしたあの、まあ、ウサデンといった略し方されたり宇宙サイバー、電磁波でウサデンといったりするんですけれども、まあ、こうした新領域における、防衛の在り方、安全保障の在り方ということをしっかり能力を整備をしていかなければいけないということをあの防衛省を力を入れております。今おっしゃったサイバーについてもサイバー防衛隊というものを自衛隊の中に組織をして、そして、まあ、陸海空の自衛隊もそれぞれさまざまなネットワークをあの駆使しておりますけれども、こうしたところが当然ながら、サイバー攻撃に遭うようなことにならないように防衛力を強化をしていくこと、また、防衛省自衛隊のサイバー対応能力のみならず日本の国内にある重要インフラ、例えば原発とかあるいは鉄道も金融ネットワーク、こうしたものがサイバー攻撃に遭えば国内は大混乱いたしますので、こうしたことに対するサイバーテロに対する対処能力もこれは政府を挙げて内閣官房を中心に組織をして能力強化を図っています。ただあの伊佐さんおっしゃる通り、じゃあ今十分追いついているのかと言いますと、まだまだあの不十分な面もありますので、これはやはりアメリカやあるいはその他の諸外国ともしっかり連携をしながら能力を高めていかなければいけないとともに、官だけでやるにはやはり限界がありますので民間の力もしっかりと得ていく、官民協力してこうしたサイバー防衛の能力は高めていく必要があると思います。これやっぱあの大事なのはあのサイバーって言った時に我々この専守防衛って公明党も絶対これは揺るがせんできないと思ってますが、サイバーの分野における専守防衛ってなんやねんと、攻撃されたら初めて反撃できる、こういう議論も多分これからもう大きなテーマになってくると思うので、ここもやっぱりこの我々らしいあの議論というのはやっていかなきゃいけないですよね。そうですね、あのこれから年末に向けて国家安全保障戦略、うん、それから防衛計画の大綱、また中期防衛力整備計画、うん、これを年末に向けて見直すということをあの政府として表明していますので、これから年末に向けて今話の出たサイバー分野また宇宙の分野、こうしたところも含めて日本の平和と安全を守り抜くために必要な体制あるいは戦略というものはどういうものなのかということをしっかりと議論していく必要があると思います。あの石川さん、もう一つだけあの心配なことがあって、それ何かっていうと核です。日本も核兵器を持った方がいいんじゃないかとか、アメリカと